そうだな。よし。どこに行こうか。ここに行くぞ。ジュビア。はい。なるほど。ああ。ああ。よっと。切られたいものからかかってこい。よっと。
知られたいものからかかってこい。たあいもないな。宝箱か。切られたいものからかかってこい。最大防御魔法三中心。たあいもないな。どこに行こうか。ここに行くぞ。さて、次は。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。よっと。やっ！さあ、行きましょう。行くぞ。
これで終わりだ。王国の創建。他愛もないな。よっと。よっと。行きましょう。よっと。やっ。さあ、行きましょう。たあいもないな。さて、どうするか。行きましょう。行くぞ。ミニティーソード。行きます。ウォーターカーネ。これで終わりだ。広告の創建。我々の勝利だ。よっと。やっ。さあ、行きましょう。
よっと。帰ってきたな。負けてらんねえ。やるじゃねえか。二人っきりで。げっ、またかよ。こいつと二人きりだとまた人気のないとこで変なことされそうだな。いや、二人きりはちょっとな。なぜですか？二人だけでは危ないというならご安心を。ジュビアがグレー様をしっかりサポートしますから。だってな、お前。お、ルーシー、ちょうどいいところに来たな。何？俺たちと一緒に仕事行こうぜ。俺とジュビアとお前の3人で。仕事？別にいいけど。あっ、恋敵。やっぱりやめとこうかな。邪魔しちゃ悪いし。いやいや、遠慮するな。それじゃあ俺たちで行くってミラちゃんに伝えてくるぜ。グレー様、そんな本当にいいのかしら。よし！
てね。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。おりゃ。よっしゃ、行っちゃいくか。なかなかやるでしょ。おお、よし。楽勝楽勝。よいしょっと。おりゃ。よっしゃ、行っちゃいくか。なかなかやるでしょ。
もう終わりか。暴れたんねえぞ。よし。はあ。よいしょっと。おりゃ。よっしゃ。いっちゃいっか。暴れたんねえぞ。ルーシー、よし。よっしゃ、いっちゃいっか。もう終わりか。暴れたんねえぞ。よし。やるじゃねえか。バッチリですね。
どこに行くかな。ここだな。ギヒ。おっと。おっと。おっと。楽勝だな、ギヒ。宝箱か。なかなかやるでしょ？このくらい楽勝ね。さあ、行くわよ。これで終わりかよ。よし。おっと。
やられる覚悟はできてんだろうな。このくらい楽勝ね。さあ、行くわよ。やられる覚悟はできてんだろうな。もう一度思い出させてやる。俺の恐怖を。このくらい楽勝ね。行くわよ。任せて。ぶっ壊れろ。鉄連装鬼神。これで終わりかよ。おっと。なかなかやるでしょ。おっと。さあ、行くわよ。
なんだと。よし、そんな。やられる覚悟はできてんだろうな。ギヒ。ギヒ。行くぜ。これで決める。このくらい楽勝ね。おっと、おっと、どこに行くかな。ここだな。さて、どこに行くかな。ここだな。気を張っていけ。おっと、おっと、おっと、やられる覚悟はできてんだろうな。このくらい楽勝ね。おっと、ギヒ。もう。よし。
ガジル。ギヒ。はあ。ありがとう。ギヒ。帰ってきたか。さすがだね、やるじゃないの。ルーシー、 頑張ってね。行こうかな。ここにしましょう。よし。最大防御魔法に三中心。任せて。宇宙の扉任せて。リカホール。痛いわよ、任せて。諸女宮の扉痛いわよ。なかなかやるでしょ。
行こうかな。ここにしましょう。さて、次はと。ただいま。取り消しておくわね。ルーシー。ちょっと。よいしょっと。よっしゃ、行っちゃいくか。このくらい楽勝ね。ちょっと。よっしゃ、行っちゃいくか。もう終わりか。暴れたんねえぞ。ルーシー。うん。よし。やるな。調子いいじゃない
こ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よっしゃ、行っちゃいっか。よし、俺たちの勝ちだ。よっしゃ、行っちゃいっか。へっ、楽勝だぜ。よいしょっと。やるじゃないか。さすがだね。どこ行こうかな。ここにしましょう。
これで決める。開け白妖宮の扉、アリエス。よし、よし。はい、そうね、お仕置きですね。よし、てへ。ああ、なかなかやるでしょ。なかなかやるでしょ。このくらい楽勝ね。
よーし、任せて。宇宙の扉、これで決める。開け核要求の扉、アリエス。このくらい楽勝ね。どこ行こうかな。ここにしましょう。さて、次はと。どこ行こうかな。ここにしましょう。気をつけていきましょう。よっと。次はどこ行こうかな。よっと。よっと。行くわよ。やったー、勝ったわ。よし。
やるじゃねえか。その調子です。よし。どこに行きましょう。ここですね。気をつけて進みましょう。グレー様、どうして。ジュビアはグレー様と二人きりで、しかも距離によってもう一人が。あのジュビア、大丈夫？体調でも悪い？いいえ、体調は万全です。そうでなくてはグレー様をお守りできませんから。ルーシーこそさっきから汗がすごいですよ。体調が悪いんじゃないですか？なんなら帰ってもらってもいいんですよ。あははは、大丈夫、病気とかじゃないから。まあそうですね、グレー様直々のご指名ですから。ここで帰られてはグレー様が恥をかいてしまいます。ちょっと、なんで私なんか誘ったのよ。超気まずいんだけど。すまん、前に二人で仕事に行った時に身の危険を感じたもんで。誰でもよかったんだが近くにいたからつい。あんたら仕事先で何やってるのよ。ちょっと、二人で何を話してるんですか。ジュビアにも聞こえるように話してください。なんでもねえよ、気にすんな。それよりも今は仕事に集中だ。さあ行くぞ。ルシー、耐えてくれ。よし。あら、はい。行くわよ。どうしたよ、こんなもんか。あら、行きましょう。どうしたよ、こんなもんか。やれやれ、お出ましか。よし、俺たちの勝ちだ。あら、やっ、やれやれ、お出ましか。よし、俺たちの勝ちだ。
し、そろそろとどめね。ウォーターロック、ルシー、敵の動きを止めました。オッケー、くらえ、ルーシーキック。よし、やっつけた。ジュビア、サポートありがとう。当然です。グレイ様、見ててくれましたか、ジュビアの華麗な戦いっぷり。ああ、ナイスだ、二人とも。なんだ、こいつら結構相性いいんじゃねえか。どこに行きましょう。ここですね。次は、帰ってきましたね。二人ともお疲れさん。最初はピリピリしててどうなることかと思ったけど、なんだかんだバッチリ息合ってたな。まあいざ戦うとなったらね。仲間割れなんてしていたら、グレイ様の身に危険が及ぶかもしれませんからね。恋敵とはいえ、協力するときはします。いや、恋敵じゃないけど。それに、ルーシーの実力は、同じギルドの仲間として認めていますから。ジュビア。これからも、ジュビアとグレイ様の良き仲間として、よろしくお願いします。うん、よろしくね。どこ行くかな。よし、ここだ。この匂い、なんだかいつもと違います。やれやれ、お出ましか。へっ、楽勝だぜ。おりゃ！やれやれ、お出ましか。よし、俺たちの勝ちだ。よいしょっと。おりゃ！張り切っていきましょう。へっ、楽勝だぜ。おりゃ！張り切っていきましょう。よし、俺たちの勝ちだ。よいしょっと。
やれやれ、お出ましか。へっ、楽勝だぜ。よいしょっと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 。張り切っていきましょう。どうしたよ、こんなもんか。張り切っていきましょう。行きます。終わりだ。アイスメイク、アイスゲイザー。どうしたよ、こんなもんか。よし、俺たちの勝ちだ。帰ってきたぞ。褒めてやろう。やるじゃないの。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと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 。
やれやれ、お出ましか。もう終わりか。暴れたんねえぞ。行きましょう。楽勝楽勝。よっしゃ、いっちゃいっか。さて、よし。ギヒ。やられる覚悟はできてんだろうな。よっしゃ、いっちゃいっか。楽勝だな、ギヒ。調子いいじゃない。やったね。魚何匹買えるかな。
こ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。おりゃ。やれやれ、お出ましか。へっ、楽勝だぜ。よいしょっと。よいしょっと。おりゃ。張り切っていきましょう。よし、俺たちの勝ちだ。楽勝楽勝。帰ってきたぞ。よかったわね。悪くない。やりました。ランクアップおめでとうございます。さらに良いギルドになってきましたね。これから一層難しい依頼も届くようになるでしょう。ですが仲間同士で助け合えばきっと達成できるはずです。これからも活躍期待してますよ。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。おりゃ。
り切っていきましょう。よっしゃ、勝った。おりゃ。張り切っていきましょう。これで終わりかよ。やられる覚悟はできてんだろうな。行きます。終わりだ。アイスメイク、アイスゲイザー。どうしたよ、こんなもんか。頑張ってるわね。調子いいみたいだね。おお。行くかな。よし。ふん。ふん。ほー。ふん。
ほう。そうか。ギヒ。そうか。ギヒ。よし。うわグレイ。さてと。行き先は。
競技パートはギルド同盟戦？他のギルドとペアを組んで戦うみたい。私たちはラミアスケールと組んでブルーペガサスとマーメイドヒールと対戦することになります。ラミアスケールと？嫌な予感しかしねえ。ラミアスケールからは俺が出る。フェアリーテールは誰が出るんだ？来やがったか、グレイ。足を引っ張るなよ。この同盟戦とてジュビアの所属をめぐる戦いには変わりないのだからな。ジュビアは関係ねえだろうが。うわー、ジュビアのために争わないでください。ならば勝利に貢献した方がジュビアをもらうというのはどうだろうか。エルザ、何を言って。面白い、その話乗ったぞ。エルザ、負けたらどうするのよ。グレイは強い。それにジュビアの気持ちを考えるいい機会でもあるだろう。え？ジュビア。はあ。なんでお前と組まなきゃなんねんだ。それはこっちのセリフだ。いいか、足を引っ張るなよ。チッ、偉そうにしやがって。お前の方こそ邪魔するんじゃねえぞ。初めてお目にかかります、神楽さん。お会いできて光栄です。こちらこそ。ブルーペガサスの一夜殿と組めるとは。神楽さん、これを。あなたの魅力を引き出すパルファム。一夜殿、それは。なーに、遠慮などいらないさ。リオン。なに？メン。まずいわ、一気に行かないと。大丈夫、まだまだ行けます。メン。一夜殿。すまない。くそ、やりにくいったらありゃしねえ。奇遇だな。俺もそう思っていたところだ。今は耐えるんだ。グレイ様。何？メン。一夜殿。
すまない。すまん。俺に任せろ。なんだと？メン。一夜殿。すまない。今は耐えるんだ。いってー。よし。頼んだよ。よし。大丈夫、まだまだいけます。背中合わせのバトルか。ああ、俺がフォローする。よっしゃ、俺たちの勝利だ。ああ、グレイ、腕を上げたな。へっ、楽勝だぜ。この私が負けるなど。君が悔やむ必要はない。すべての責任はこの私にある。かわいそうだけど、あれはさすがに相性悪かったかも。でもこっちはこっちで。俺の勝ちのようだな、グレイ。はあ？どう考えても俺のが上だったろ。何？お前の方がジュビアにふさわしいというのか。そうは言ってねえっつうの。それでどちらが勝ちなのでしょうか。どちらも勝利のために死力を尽くし功をつつけがたい。ここは引き分けということでどうだろうか。なんだそりゃ。まあいいだろう。優勝した方がジュビアをいただく。その約束に変わりはない。知らねえよ、んな約束。結局こうなるのね。それでもグレイ様がジュビアのために戦ってくれただけで嬉しいです。やるな。B チームの対戦相手は、レイヴェンテール？
毎回邪魔してくる奴らか。そいつは都合がいい。ロクサス、気をつけて。絶対何かしてくるはずだから。ロクサス、頼むぞ。ああ。おおふんフェアリーテイル B ラクサスドレアバーサスレイブンテイルアレクセイ、試合開始。こいつは何の真似だ。一対一の試合じゃなかったか。全部叩き潰してやるよ。覚悟しやがれ、覚悟しやがれ、全部潰す。怪人と化せ、雷竜の将来。話にならねえな。幻なんか関係ねえんだよ。今ここで現実のてめえを片付けて終わりだ。それは無理。そんなことだろうと思ったぜ、クソ親父。何の話だ。本当に知らねえんだけどな。ま、何でもいい。まとめてかかってこいよ。マスターの敵は俺の敵だからよ。
頑張ってください。やばいよ、一気に行かないと。大丈夫、まだまだ行けます。大丈夫、まだまだ行けます。覚悟しやがれ、覚悟しやがれ、雷竜の覚悟しやがれ、ぶっつぶす。怪人特化せ、雷竜の将来。当然だな。雷流の あんたの目的が何だか知らねえが、やられた仲間のけじめは取らせてもらうぜ。俺の家族はフェアリーテイルだ。家族の敵は俺が潰す。なるみかずし。これは一体、見ていたものは幻だったのか。しかし立っているのはラクサス。試合終了。あれはイワン、アレクセイとして試合に出ておったのか。フェアリーテイルが勝ったんだよね。レイヴンテイルが幻影魔法を使ってたみたい。私たちには別の映像を見せて、大勢でラクサスを襲ってたんだと思う。だがラクサスは一人でそれを全部倒しちまった。そっか、ともあれラクサスがウェンディとルーシーの仇を取ってくれたんだね。お知らせします。競技の結果、レイヴンテイルはマスターの出場人数違反で失格となりました。レイヴンテイルの大会出場権を3年間剥奪します。
すがラクサス、レイブンテールに勝ったわ。これで奴らからの嫌がらせも終わるといいんだが。この魔力、エルザも気づいたか。この会場内から禍々しい魔力が漂っている。私は調べに行ってくる。私も行こう。相手がゼレフ絡みなら一人は心配だ。ありがとう、エルザが来てくれて嬉しいよ。これは仲間として心配という意味であってな。私を仲間と言ってくれるのか。仲間だ今はな。お前はミストガン、フェアリーテイルの大切な仲間だ。そうだな。何？向こうだ。向こうから魔力を感じる。急ごう、正体を確かめるぞ。すまない、急いでいたんだ。こいつじゃない、もっと先だ。ミストガン、マスクが。え？ジェラール。違うんだ、こいつはミストガンで。大丈夫か？救護班を呼ぼう。触るな。ジェラールは仇。殺す、殺す。ジェラール、貴様は許さん。待て、カグラ、これは違うんだ。黙れ、キル。そんな。エルザ・スカーレット、やはり貴様もジェラールの仲間か。邪魔をするな。覚悟せよ。まだだ。邪魔をするな。守る。邪魔をするな。覚悟せよ。そんな。
ジェラール、貴様は許さん。待て、カグラ、黙れ。そんな、エルザ・スカーレ、やはり貴様もジェラールの仲間か。邪魔をするな。覚悟せよ。まだだ。邪魔をするな。守る。覚悟せよ。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、エルザ、すま、大丈夫か。じゃ、ミストガン、エルザ、覚悟せよ。仕方ない、この魔法で。ありがとう。まだまだだな。なんとはどこだ。こっちだ、こっち。早く止めてくれ。このままではまずい。今は逃げるぞ。ああ、ジェラールが、もうよい。落ち着いた。わかっている。もう大丈夫だ。すまない。奴らがかくまっていたのか。危なかったな。あれはマーメイドヒールの神楽三日月。俺のことを知っていた。それにあの目、本気で俺を殺そうとしていた。ジェラール、俺の過ちが生んだ犠牲者か。殺されてやればよかったかもしれん。バカを言うな。エルザ、お前は確かに罪人だ。だが私は許した。お前は己の過去に向き合い、必死に悩み苦しんだ。だからこそ罪滅ぼしにクリムソルシエールを立ち上げたのだろう。ならば最後までやり遂げてみせろ。甘えに惹かれ、途中で投げ出してはいけない。エルザ、すまない。お前の言う通りだ。軽い気持ちでクリムソルシエールを始めたわけじゃない。世界を厄災から守るためにも、あの魔力を追う。俺は行くよ、エルザ。ジェラール、罪とは
簡単に消えぬものなのだな。よし。レイブンテイルは失格。これでライバルは一つ減ったことになるな。私たちは今日勝利してポイント獲得。ようやく上が見えてきたわね。問題はセーバートゥースですね。うん、奴らを倒さないと優勝はない。逆に言えば奴らを倒せば優勝だろ。燃えてきた。そう単純でもないけどね。あれ、エルザどうしたの？いや、なんでもない。ジジイ、ルーメンイストワールってなんだ？イワンから聞いたのか。欲しがってるようだったな。まったくあのガキは。エアリーテイルの闇とか言ってやがったぞ。闇ではありません。初代ルーメンイストワール、これは我がギルドの光なのです。初代いけませんぞ。分かっています。これはギルドのマスターとなった者しか知る権限がないもの。ラクサス、分かっていただけますか？変なもんじゃねえなら別に詮索しねえよ。ありがとうございます。しかしイワンの奴はどこでその情報を掴んだのか。プレヒトでしょうね。まさかプレヒトが闇に落ちるとは。私の浅はかな人選の結果が情報の漏洩を生んだ。いいえ、初代のせいではありませんぞ。私のせいです。私が。泣いてなんかないです。初代がラクサス、あやせ、ほれ。ハードル高すぎんぞ、それ。通常の競技は今日までね。明日の休みを挟んでの最終戦はルールが違うみたい。最終戦か、どんなことやるんだろう。演目上は大魔刀演武と書いてあるわね。最後といや、全員参加のバトルロイヤルか。ルールなんて関係ねえ、全部勝つ。Hmm.